毎日が缶を蹴っても小さな喜びかき集め、うん、生きてるだけで幸せって声を殺し自分を殺して、なるべく音を立てずに生きてくのがいいよと気がついたら透明人間みたい。君を表現するのは君自身だ。大丈夫、一緒にその革命のリズムに乗ろうか。